皆様こんにちは。本日私は阿蘇農村公園アピカ陸上競技場に来ています。さて北京オリンピックの開催を間近に迫ってまいりました。そこで今日はスポーツに関する話題をお話をします。この農村公園内には日本陸上競技連盟第3種公認の400メートルトラックのほか、多目的グラウンド、弓道場、ちびっこ広場などがあり、総敷地面積なんと19ヘクタールという広さと、ご覧の通り雄大な阿蘇カルデラの大パノラマが広がる自然環境の中で、地域住民の方々はもちろん県内外の多くの方々に親しまれご利用いただいています。先月には北京オリンピック男子マラソンに出場する NTT 西日本の大崎聡選手が合宿に来られ、ここでメダル獲得へ向けトレーニングを積まれました。このような実業団陸上部の合宿は増加傾向にあり、これにリンクして学生のスポーツ合宿も年々増えている状況です。夏でも涼しい気候条件のほか、クロスカントリーコースや日本でも数少ない日本水泳連盟公認の50メートル屋内温水プールなど各種スポーツ施設が充実しており、合宿の里として親しまれています。これから暑い日が訪れますが、阿蘇は風があり真夏でも過ごしやすく、合宿の里あるいは避暑地としてぜひご利用ください。また練習の骨休めに温泉や地域をぶらり散策してみるのはいかがでしょうか。内の巻温泉街では内の巻案内人協会が夏休みはほぼ毎日見どころの案内を行っています。地域の面白さを最大限にお伝えできると思います。このほか夏のスポーツシーズンに合わせたもてなしとして、各宿泊施設や飲食店では特産品として阿蘇の旬を提供するほか、地元の市民の皆さんが定期的に阿蘇体育館周辺や中央公園の美化活動を自主的に行うなど、阿蘇を訪れた方々に気持ちよく滞在してもらうように頑張っています。阿蘇市としましても、今年度体育館周辺の環境整備を行い、より快適さをプラスする計画です。阿蘇市はなんと一度に7000人が宿泊できる県内屈指の温泉観光地です。多くの皆様のお越しをお待ちしております。